皆さんこんにちは、トイボックスリョウです。今日はですね、ベンツのスプリンター、これなんですけども、このスプリンターの荷台の部分にアルミの島板2ミリのものを引こうと思って、後ろの座席を外して、で、あと引いてあった板も全部昨日の夜のうちに外しました。中立ち、中入り込むと、今 GoPro の Hero 11で撮ってますが、暗所の方どうだろうな、ちょっと電気をつけましょうかと。電気をつけて、まあ、こんな形で、よしと、こっから取ってるのか、うん、ここからここまで全面っていうかね、この運転席と助手席の側はまあフロアマットがあるので、これはね、そのままこっちは引かない予定です。で、こっちから荷室の方だけ島板を引くという形で今考えています。島板の方を引いてみました。中に角材を入れてそのまま作業ができるようにしてます。もともとあった荷室の板、これなんですけども、これをこのアルミの島板の上に乗せて、こんな感じで全体的に毛ガキを島板の方に入れました。これからサンダーでカットしていきます。一番後ろの板がほぼ完成しつつあります。フロントの方が複雑なんで、ここのところを今加工してます。で、さっき外してた板の方をもう一回入れて、まあ元々入っていた板をの上に島板を乗せます。よし、2枚目、ここの2枚目と次3枚目が入りました。
から。こっちぴったり入ったの、そこ。ああ、もう。よし。取った。それで。取っちゃいけないんですよ。あ、取っちゃいけない。取っちゃ。取っちゃいけない。はい、もう一回。せーの。うりゃ。もうちょい。指のパンちゃんがちょっと気をつけて、もうちょい、もうちょい。いや、ダメだね。ネジを持ってからだとしたんで、スパナもいっぱいいる。長いやつね。よいしょと。もうね、夜もこんな朝の8時からやって、もう7時近いです。で、投光器を当てながら、今内容を見てます。いやー、やっと、着きました。しまいた。車内に、しまい板を引きました。やっぱ一日作業ですね。ここの一枚、この一枚が本当に苦労しました。この一枚ね。あとのね、3枚っていうのはそんなに大変じゃなかったです。ちょっと。いやー、でもね、腰痛がひどくて、あまり、思うように動けませんでしたが、終わってよかったです。明日はこの TW モンスターマシン、ザ・シャークで都内の方走りに山下さんと大ちゃんと行く予定ですが、ちょっと腰朝起きてどうなるか、それ次第だと思います。今日はそんなところで終わります。以上です。ご視聴ありがとうございました。昨日は夜遅くて、完成したのがね、全貌が見えなかったんですが、ちょっと明るくなってね、腰は昨日の作業で腰痛になってしまってね、せっかくの、バイクの走行動画を撮りに行こうって、山下さんと大ちゃんと言ってたんですが、行けずじまいです。で、今一応ね、明るくなってから見に来てます。こんな形で、運転席側の方はそのままのフロアマットで、荷室のセカンドシート以降からはしまい板を引いてます。で、こんな形で行きました。なかなか良さそうですね。いい感じで弾けてます。こんな形でね、アルミはね、今回このツヤありのアルミなんですが、ツヤなしのアルミの方が良かったな。どっちにしても使ってるうちに、ツヤなんか消えていっちゃうんでしょうけども、もともとツヤのないアルミで注文すれば良かったなと。今後は、ツヤなしの、アルミのしまい板を注文しようと思います。工房に見に来た後に、例のスプリンターを見た後、カムナンそばが食べたくなって、来ちゃいました。ではいただきます。